はい、始まりました。ヤギチャンネル、今日はね、ワクチン接種ということで、接種会場に来ております。では行っていきたいと思います。はい、ワクチン接種してきました。僕は左利きなんですが、足が右利きということで左手に打ってます。左手に打ってますね。15分、待合所で待機して、異常なかったのでこれで帰ります。はい、今ね、これちょうど大体打って1時間ぐらい、全然今のところ打った時も痛くも何でもなくて、なんとこ大丈夫です。どれぐらいで痛くなった？打った時痛くなかった。だって刺したかどうかも分かんないぐらい。分かんないぐらいだった。あ、本当？うん。だからさ、ちょっとドキドキしてたんだよね。痛くしなさい、しないでくださいってさ、言おうと思ったけどさ、全く痛くなかった。うん、もう、はい、プシュッ、はい、プシュッって感じ。で、タイマー持たされてさ、15分、待合所で待って、うん、ちょっとドキドキしたよね。俺気持ち悪くならないかな、大丈夫かなって思ったけどさ、うん、なんか具合悪くなる人誰もいなくて。うん、だからなんか思ってたほど、あと結構個人差あるみたいだもん ね、うん、ね、だからちょっとどうなるのか経過観察していきたいと思います。ワクチン接種からもうちょっとで4時間、もう少しで4時間経つところなんですが、3時間ちょっと過ぎたあたりからなんかこうちょっと風邪ひきそうだなっていうようななんかちょっと感覚があって、熱を測ってみたら6度8分、ちょっと上がってるかなって感じですね。いつもがだいたい6度前半 1,2,3 ぐらいなので、まあちょっと熱が上がって、微熱、まあ、そこまでじゃないけど、ちょっと体温が上がってきてるのかなって感じですね。はい、接種から、6時間が経ちました。接種後3時間ぐらいから、7度台前半と6度台後半を行ったり来たりしながら、今は、6度台後半で落ち着いています。で、肩は、まあ、ちょっと痛いかなぐらい、よく手が上がんなくなるかっていうけど、一応上がります。ここまで痛くはないです。ということで、もう寝る時間なので、また明日ということで。はい、朝です。ワクチン接種から14時間経ちました。体温36度6分、体調もそれほど悪いといった印象もなく、朝普通に目覚めました。たところも特に腫れとかないのかな。で、腕もちょ痛いけど終わります。はい、ワクチン接種から、1日過ぎました。職場の人では、1日経ってから具合悪くなった人もいましたが、6度5分、熱もそんなになくなって、平熱に近くなってきた感じです。肩は、まあ、痛いけど上がります。ね、まあ、接種から30時間ぐらい1回以上経ってるね。経ったね。今
え、下がってない、37度3分え、また上がってる。30時間経ってまだちょっと微熱がある感じです。肩はちょっと痛みは和らいだけど、まあ、まだ痛いかな。動くけど若干痛い感じです。だからじゃあまた明日のね朝と様子を見てみたいと思います。はい、朝です。接種から39時間が過ぎました。36度6分です。肩の痛みはあまりない、ちょっと軽い痛み、まあもう動かしても問題ないぐらい。触ってちょっと痛いかなぐらいの感じです。ワクチン接種から48時間過ぎて、体温が6度4分、まあほぼほぼ平熱と言っていいぐらいの体温になったと思います。肩、まあ、触ってももうほとんど痛くないぐらい、まあ、だいたいなんかみんな1日2日って言われてるのとまあほぼほぼ同じぐらいなのかなって感じで、熱が7度、昨日の夜接種から30時間ぐらいまで昨日7度前半6度後半行ったり来たりしながらって感じでした。とりあえず1回目接種終わって、まあ、ちょっと熱が出たので2回目、まあ、どうなるのかちょっと心配ではありますが、次回2回目の接種も経過観察できたらなと思います。